んばんは、オーメンズイレブンです。本日は山梨県のキャンプ場へ向かっています。時間がまだ早いため、東京をゆっくりとドライブ。お台場、六本木、渋谷を抜け、神奈川県へと入っていく。お腹が空いてきた。軽く何か食べることにするか。最近長崎ちゃんぽんにハマっている。店舗が少ないのであまり食べる機会がないが、胃もたれもなく安くてうまくて文句なしだ。今年の4月16日に初キャンプ。あれから3ヶ月と少し。気がつけばもう8回目のキャンプだ。あれから何が変わったかというと、ただキャンプギアが増えただけ。これからも失敗を繰り返し続ける。永遠の初心者キャンパーでありたい。そうこうしているうちに道の駅に到着。何度この道の駅にお世話になったことか。今夜はかすかに富士山に明かりが見える。神秘的な光景だ。ちゃんと眠れるといいが。朝だ。全く眠れなかった。車中泊での仮眠は眠れない時が多い。今年の梅雨は非常に長く湿気がひどかった。ポータブル扇風機がここまで活躍する日が来るとは。もう一つ購入してもいいくらいだ。さて、そろそろ出発するか。朝食を食べに山中湖近くの道の駅へ。ちなみに今日の天気だが曇りのち雨。天気予報の情報もバラバラで、どれを信じるべきなのか。到着したが、まだ開店していなかった。それにしても富士山が綺麗だ。何百回見ても飽きない風景。先に酒や食料に到達を済ませるか。オープンと同時に急いで買い物を済ませた。ここで購入するのはちょっとしたつまみと酒と氷のみ。なぜこんなに焦って行動しているかというと、数時間後にはキャンプ場までの道のりが封鎖される情報を得たからだ。再び到着。いい雰囲気の店だ。
この日は東京オリンピックロードレースのプレ大会があるらしく、大規模での交通、大規模、睡眠不足の胃に染み渡る。早々に食べ終え、すぐにキャンプ場へ。道路規制の情報を知ることができて本当に良かった。知らずに観光してからゆっくりキャンプ場へ向かっていることを想像したらゾッとする。なんとか狙いのサイトを確保できた。日曜日とはいえ、天気と道路規制のおかげで空いている。目の前には綺麗な川、冷たくて足をずっとつけていられないほどだ。さて、楽しみの一つである設営開始だ。あっという間に完成。設営に関してはさすがに慣れてきたが、片付けは永遠になれない。キャンプにはまるかどうかわからなかったため、最初に購入したこのテントも愛着が湧いてきた。しかし、その気持ちを周りのテントが台無しにする。正直、すぐにでも新しいテントが欲しい。一息ついて周りのキャンパーを見に行く。それぞれのスタイル、それぞれの楽しみ方、それを眺めるのも楽しみの一つかもしれない。以前は開放されていなかったプールもいよいよ開放。川の水がそのまま放水されており、冷たくて綺麗だ。プールの周りのサイトが人気なのも納得。管理棟の近くには Wi-Fi もあるので早速借りる。キャンプの時くらいはスマホを触らないでいたいが、このご時世やはりそれはそれで不便だ。散策を終え、軽く飲むことにした。鉄板の生ハムチーズ、こいつはしばらく欠かせないつまみになるだろう。銅のマグに黒ビールが最高に合う。
うまい。川に足をつけながらのチャプ飲みも欠かさない。贅沢な時間だ。もう少しだけゆっくりして晩飯の支度をしよう。前半はこの辺りで終わりたいと思う。後半の URL は概要欄にてご確認ください。では、後半の動画でお会いしましょう。